ロンドン出身出生名はマルコ・ジュゼッペ・サルッソリアロンドンでイタリア人の父とオーストリア人の母のもとに生まれるマーク・ストロングは芸名ではなく母が息子が仲間外れにならないようにと出生名から解明したものであるドイツ語を流暢に喋ることができイタリア語も少し話すことができる弁護士になるために ドイツミュンヘンの大学に一年在籍したが演劇の道を志すことを決めロンドン大学ロイヤルホロウェイカレッジで英文学と演劇を学ぶ大学卒業後ブリストルの演劇学校に通うデビュー後は主にイギリス国内のテレビや映画で活躍した2000年頃からアメリカやイギリスの名作大作映画に登場した2011年 ベルリン国際映画祭でのストロング2003年に、シェイクスピア劇のジュニアで、ローレンス・オリビエ賞にノミネート。2015年には、ヤングビッグ上演ながらイボ・バン・ホー・ベー演出が話題となり、ントリブでもライブ上映されたアーサー・ミラー作、端からの眺めで主演団優勝を受賞。同作は、ブロードウェイでも上演されて、再び絶賛され、 トニー賞の演劇部門最優秀男優賞候補となっている。ハリウッドの悪役イギリス俳優の代表格であり、そのことをネタにした、ジャガーのコマーシャルにも出演している。ありがとうございます。